縦の、行く。まあ縦のだし。まあこうなるなんだこの系統。だから言ったらなんでこの場面で縦のなんだよ。縦のじゃやはり柳田は抑えられないよな。残党。底辺レベルの争いで草。ま、伊藤の勝ち星消えただけでも意思としよう。まあ縦のなんか通用するわけがない。しっかり鶴岡がダメと言ってた高さに言った。あんなん止まってる球打つのと同じやろな。投げれるからトレード候補として使えるな。イン構えた瞬間ホームラン覚悟したけど単打でよかった。バカピッチャー引っ張りすぎたね。縦のなんか配線処理でも使えないのに。はい。系統ミス。今日は立山のせいかな。伊藤の責任だもっと言えば監督と投手コーチの判断ミス。近藤にホームラン打たれた。里崎が立野はトレード出してあげた方がいいって言ってたな。エンゼルスみたいな試合するなや。結局勝ち越されちゃったね。こっから再び点取る力、今のハムにあるのかな。下でダメなやつが上でなんとかなるはずもないよな。負けました。こんちゃんおめでとうな。立野なんかが一軍いるのがおかしいからな。ご視聴ありがとうございました。